いつもご視聴くださいまして、ありがとうございます。鉄道です。今回は側面展望シリーズ、京王線新宿駅から、当駅始発の京王ライナーに乗り、京王、相模原線の橋本駅を目指します。それでは今回もよろしくお願いします。してきました。この列車は高尾山口始発の臨時列車マット高尾号新宿駅折り返し新宿始発の京王ライナー33号橋本駅になります。途中の停車駅は京王長山京王多摩センター南大沢に停まっていきます。なお2021年10月31日より京王ライナーは明大前駅にも停車するようになりましたが、降車することはできず乗車のみ可能となっております。それでは早速乗車していきましょう。
座席指定券を持ちでないお客様はご乗車になりませんのでご注意ください。座席指定券を持ちでないお客様はご乗車になりませんのでご注意ください。手元にご用意のでお待ちください。
座席指定券は取れていくようになるものです。トイックから先は座席指定券をお持ちでないお客様のご利用になりますのでご了承ください。Thank you.
終点です。 JR 線はこの機械です。出口は左側です。京王をご利用くださいましてありがとうございました。 We will soon arrive at 橋本 KO45. This is the last station of this line. Please change trains here for the JR line. The doors on the left side will open. Thank you for using the KO line. 忘れ物はなさいませんようお注意ください。本日の側面展望はいかがでしたでしょうか。この動画に関するご意見やご感想などありましたらコメント欄にてお寄せいただけると嬉しいです。今後の動画制作の参考にさせていただきます。それでは今回もご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。